はい、皆さんこんにちは、ドクター清です。今回はヒアルロン酸は押すとずれたり変形してしまうのかについて詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧になっていただいて、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。まずヒアルロン酸注入ですが、ヒアルロン酸というのはこういった透明のゲル状の物質ですね。これを顔あるいは体ですね、バストとかに注入することによって形を作っていくものですね。よくある注入部位としては、額とかこめかみ、鼻根部から鼻筋、鼻先、目の上、目の下、涙袋、ほうれい線、ほぼ全部のところに注入可能ですね。うちヒアロン酸注入の患者さんが本当にたくさん来られてて、毎月だいたい300本ぐらいヒアロン酸注入を行ってるんですね。でもなかなか調べても意外と SNS 出てこなかったんですけど、ヒアロン酸が押すとずれるのかっていうのをすごくお客さんに聞かれるので、今回それを解説していきたいと思います。まず結論として、ヒアロン酸注入は部位によってはずれたり変形したりします。ずれたり変形しやすい部位としては、一番多いのはやっぱ額ですね。おでこ、こめかみ、顎とか鼻筋とか貴族、尾翼球、こことかはずれたりしやすいですね。額とかを入れる量も多いし、綺麗なカーブ状の仕上がりにするんですけど、グイグイ押しちゃったり、うつ伏せ寝ちゃったりとか、ヘッドマッサージとかしちゃうと、へこんじゃったりするんですね。逆に直後はですね、指で押したりして、綺麗に整形するんですよ。韓国とかクリニックによっては、鉄のプレートをグッと押し付けて、それで整形したりするとこもあるんですけど、モールディングって言って、注入直後は指でなじませながら押すと変形するヒアロン酸の性質を使って、形を整えることをモールディングって言うんですね。ヒアロン酸っていうのは、押すと、形を保ちつつもゆっくり広がっていく、そういう性質があるんですね。それがヒアロン酸のいいところなので、モールディングできるっていうのはいいんですけど、逆に言えば自分でグイグイ押しちゃってもやっぱり1週間以内ぐらいはですね、こう変形して移動したりするんですね。なのでおでことかはこうたくさん入れる分、やっぱり変形しやすい部分ではあります。1ヶ月が経っちゃえばヒアロン酸がもうその周囲の組織と親和したって癒着してるので、グイグイ押しても動かないですね。1ヶ月が経ってれば、動く心配はまずないと言えます。なので、おでことかこめかみにヒアロン酸注入した方ってのは、最低でも1週間ぐらいはヘッドマッサージとか、うつ伏せ寝ないようにするっていうのは気をつけてください。注入後2、3日で、くぼんだ気がするとか、そういうことをおっしゃる方もいらっしゃるんですね。ただ、注入後すぐっていうのは、水分を吸ってですね、ヒアロン酸ちょっと腫れてる状態なんですよ。ヒアロン酸もちょっと押したぐらいで変形したんですよ。ちょっと押したぐらいで変形するのは、ただ水が移動するだけなんですよ。押した部分の腫れてる水が周囲に浮いただけなので、翌日には結構元通りになってますから、たまに問い合わせあるんですけど、ボスとかぶっちゃったら肩がついちゃいましたとか、触ると凹んじゃったんですけど大丈夫ですかとか、入れて2時間のことが電話とか来ることあるんですね。それってのはもう本当に水が横に逃げてるだけなので、注入をすぐちょっと触ったぐらいで凹んだ場合ってのはヒアルが移動してるわけじゃないので、ご安心ください。また鼻や顎っていうのも強く押すとね、ずれることあるので、もう頬杖ついたりとか、うつ伏せ寝たりとか、鼻もこう圧迫するような強いメガネとかかけたりするとずれちゃったりすることあるので、そこは気をつけてください。あとはこれは結構患者様の注意では難しいので、貴族ですね。尾翼球のヒアロン酸っていうのは時間が経ってからずれちゃって、このゴルゴラインの方に来ちゃうことがあるんですよ。なんでかっていうと、上唇尾翼筋って言って縦に走る筋肉ではこう笑うために収縮してヒアロン酸を上に押し合っちゃうことがあるんですね。なので、そういったことが過去に1回になったらっていうのは、次貴族ヒアルするんであれば、上唇尾翼筋のここにボトックスを打った方がいいですね。そうするとボトックスで筋肉が緩んでヒアル上にずれるのを防ぐことができます。ただ、ここのボトックスっていうのはちょっと陣地が伸びて見えちゃうデメリットもあるので、陣中短縮ボトックスと併用するなどして、ボトックスのデメリットが出ないようにした方がいいですね。今ボトックスの話しましたけど、ボトックスヒアロン酸注入ってのはすごく相性が良くて、顎も額もそうなんですけど、顎は外蓋筋と骨の間にヒアロン酸入れるわけですよ。額とかもその前頭筋っていう筋肉と骨の間にヒアロン酸注入していきます。なので、いくらヒアルが綺麗に入ってても筋肉が収縮が強いとですね、ヒアルの形が綺麗に抜きかったり、筋肉に押しつぶされてヒアルの吸収が早かったりするんですね。なのでヒアロン酸を長持ちさせようと思ったら、ボトックスも併用した方がいいです。ヒアルはだいたい1年に1回とかでいいと思うんですけど、ボトックスは3ヶ月に1回必要ですよね。ただボトックスの方が圧倒的にコストが安いので、ヒアル高いじゃないですか。なので、高いヒアルを長持ちさせるためにも、コスパのいいボトックスを定期的に打つっていうのはすごく大事だと思います。額とかも見てれば皆さんそうなんですけど、数尾筋っていう眉間の筋肉のこの外側のあたり、ここが最初に減ってくるんですね。ここが減ってきて真ん中ばっか残ってる、これがね、額ヒアルやって1年後の人の多いパターンですね。なので、真ん中ばっか残ってサイドの部分減ってくるのを防ぐためにも、ちゃんと眉間とおでこのボトックスは定期的に打つようにしましょう。で、もしですね、ずれちゃったり変形しちゃった場合、僕もこの間来たのは、お子さんに頭突きされて転んじゃったとか、階段から転んでおでこへこんじゃったとか、そういった人がいたんです。そういう強い衝撃、強いバーッと衝撃っていうのは結構ヒアロン酸ずれちゃうんですよ。そういう場合はもうですね、自分でちょっと痛くない範囲で押してみてやってもいいですけど、なかなか難しいし、逆にはもっと変な方向に出ちゃう可能性もあるんですね。なので、あんま無理せずにですね、主治医に連絡した方がいいですね。でも主治医もやっぱもう1週間以上経ってれば結構難しい場合も多いので、そういう場合は1本追加で注入して馴染ませる、慣らすっていうことが必要かもしれません。というわけで、ヒアロン酸の最高級のジュビダーンビスタシリーズやボトックスビスタ、アラガン社のものがどちらもすごくお安くなってます。ジュビダーンビスタシリーズであれば、1本4万4000税込みですね。注入料や技術料、ドクター指名料とかはかかりません。これ大手だとですね、一番大きいということだと1本6万9800円税込みとかなので、4万4000円かなり安いと分かっていただけると思います。これとかも大体安いところでは1単位税込み600円ぐらいですね。うち1単位税込み400円でやってますから、安いところのさらに3分の2ぐらいの値段なので、激安ですから、ぜひ一度当院にお越しください。
今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローよろしくお願いいたします。またコメント欄や動画への感想や質問をどしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。